はい、皆さんこんにちは。ファイテオチャンネルママです。映ろうか。本当はワイルドワンさんのショップね、店内映させてもらおう思ったら、なんと撮影ダメだということで、もうその足でアルペンアウトドア京都宇治、京都宇治ですよね、の店舗にお邪魔させていただきます。ここはね、撮影許可も下りたので中の様子を見させていただこうと思います。なんかお目当てのものあるんですか？私テントみたいです。あ、テント、うん。テントなんか4月に結構新作出してるメーカーさん多いからテントみたいです。はい、見させていただきましょう。見に行きましょう。はいはい、レッツゴー、レッツゴー。Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips and paper in the trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces.ゆうちゃんや、かわいいリン、シマリンやんな、シマリン、リンちゃんのモノマネできんちゃうかだっけ、ゆうちゃん、できへん。見て、なでしこ、なでしこかわいいな、ルミエールランタ、かわいい、アルペンに来てるやん、ね、すごい人やな。前より絶対広いな。よし、じゃあこっちから回っていこうか。はい、なんかもう夏仕様やね。夏仕様なってんな。そう、もう書いてるで、ここに夏こそ、うん、あ、ほんまや、手ぶらベスト的なやつ、手ぶらベスト的なあるな。GRN 扱ってんだよ。いや、ほんまやん、ペアン、やってんな。アルペンアウトドアが GRN 取り扱い出したって。いや、それもやで、これもや、やば、うわー、あーあーあー、すげー、はい、もう有名なんです。もう有名に、もう、てか、もう有名ですよね。すげえ、エプロン、やばい、やりだしたアルペン。いや、すごい、いや、うわー、手ぶらベスト置いてる、置いてる。でも一色だけやね。ちょっと待って、これでもなんでさ、白カップついてるの。白カップつけちゃう、うすげえ、ちゃう、値段が入ってる。値段書いてる、白カップ売ってんねや、売ってんねやもん、売り物なんや。シェラカップ、あ、どうします。え、シェラカップ、高っ。天幕の、天幕安かったな、びっくりしたっすね。いや、シェラカップ、ナルファやったっけ、あか、あの黒いやつな、 GRN のシェラカップ、ダックロが入ってらっしゃる、こっちがいいっすか。黒いの持ってないからな。はい、僕はラルファ奥で行きます。いやー、びっくりした、え、取り扱ってんねや、びっくりしたな。スノーピークの服もちょっと可愛いね。え、これ
可愛くないですかこれ。シンプルやな。すごい大人な感じがするな。いいっすね。可愛い。めっちゃ軽い。遠いとこから。これパパ。パパ、パパ、キャンプしてるパパやで。これぐらい渋みが出てほしいわ。かわいいかわいい。いやー、まさかびっくり、ほんまにびっくりせんから GRN はほんまに。びっくりしたな。もともと扱ってたんかな、知らないけど、ちょっと後で聞いてみて。誰に？店員さん。ミステリーランチちょっと 見ていいですか？はい、どうぞ。何がパタゴニアかノースフェイスしかない。えー、なんで？また違うとこにあるんかな。かもしれないね。パパ探しないです。ミステリーランチないです。デニムのショートパンツ探さなかったみたいな。デニムのショートパンツ、パラさんとってショートパンツ履こうとしてること。あ、ほんまや。どうした？ワイルドワンの後にアルペン来たけど。やっぱ広いよな。確かに広い。あ、あったでかな。あ、ほんまや。どこ？ありました、ミステリーランチ。あ、ほんまや。かわいい。すごいな。ミステリーランチほんまかわいいな。こういう気圧なのわかんない。これハイキング用かな。ハイキング用っぽいな。やっぱりこのぐらいでっかいです。いや、思ったよりちっちゃい。ちっちゃいな。うん、もっとケツまで来るんかな。ボンガーンってな。これにみんなあれキャンプ道具詰めて行ってんの。いや、もっとでかいの使ってんじゃない。トホキャンパーたちはでっかいのがあるわけ。あるはずやけ。さあ、テントを見ましょう。でかっ。でかっ。めっちゃでかいね。でかいけど、どこのテントか分からへん。どこのテントか分からへん。お、この用のテント売ってないです。行きましょう。ロゴス。ロゴス。人気あんねん。あ、そうなツーリング新作やって。へぇ、これ人気あるのに。なんか、うん、書いてたで。なんか誰かのブログ読んで。めっちゃ赤いのいっぱいある。赤色のものいっぱいある。これあれじゃん、ネイチャートーン。ネイチャートーン祭りだね。で、赤だらけ。ネイチャーと思って。ネイチャーと思って。すごいな、赤で知られる。うん。あ、名前だったっけ。な、
あの子の名前なんか思い出せない。あのキャラの名前が思い出せない。どうなんやろまたや、なんやったかな、わかる。ほら、こういうことやな。こういうことですか。ダークルーム。安っ。めっちゃ人多い。ファミリーテントは見に。ファミリーテント見てみます？見てみましょう。小川テント置いておこうかな。スノーピーク。スノーピーク。おはー。こっちはコールマン。コールマン。キャンパー。キャンパーで。キャンパーで。ユニックも入れてます。ほんまや。キャンパー。キャンパー。この取ってええな。取って可愛いな、それ。うん。あ、見て、ノルディスク。あ、ほんまや。中がインダーを着る。知ってるけど。ノルディスク。これ。どうせこういうのにやっぱ疲れます。ボロやなんか置いとんだけどな。なあ、すごいな。でもこれ焚き火の上にこれあったら燃えるよね。燃え広がるで。燃え広がるよね。カーミットチェア。ちゃうと思うよ。バンドック。バンドック。バンドックもこうなる人だった。まあいいな。あ、いいっすか。バンドック。いいな。バンドックやったら、なんとなく買ってもいいかなと思ってさ。うん。かっこいいよ。かっこいいね。これはすぐね。バンドックこんなやつ出してんねやん。気になる。いいな。これはちょっと安いし。安いな。いいな、バンドック。バンドック、バンドックのオンパレード。あ、小川の椅子たちが、小川の椅子たちがあるの。かわいいね、小川の椅子たち。ほら、小川の椅子たちやん。だいぶ緩やかに。これ初めて見た。小川の椅子たちやん。ご飯食べる時は、自分の時は、かわいい。なあ、濃いよな。わすごい包まれる。じゃあこの形とどっちがいい？座り心地は。こっち。ああ、こっち。よさそうやな。おう。こっち。でも焚き火で何やら見たらまた違う。ああ、もうちょっと低い方がいいかもな。やっぱどうしてや。バンドックしかないやん。じゃあもう。かわいいやん。結構いいと思うよ、それ。これいいな。うん。おう、うん、いいよ。いいよ、バンドック。
これいいな。いいと思う。椅子ばっかり買ってもらう。いや椅子は何個あってもいいっしょ。さあその場所だ。なんか、お、帰りだ。おー、帰り。あ、これじゃない？尾上の。あ、ほんまや、ほんまや。尾上じゃないですか、これ。あ、ほら、尾上って書いてる。結構進んだ？進んでるな。いい感じ。あれ、あ、なんだ、ルミエール。トトラボ。こんなんもちょっと欲しいな。ね、カバー。あー、これな。これほら。よく使うやん。うん、だからこれのサイズのカバー。ああ、はいはい。よっちゃん、よしこさん、ママキャンプあれが迷彩好きでしょ。誰がや。誰が迷彩好きやね。初めて聞いた。すごい。あ、うまい、すごい。ちょっとこれか？じゃあ、フィンちゃん。これですよね。このサイズかね。これ。っていうことですよね。これなんやろ。あれないんかな。モンクレール。ルミエールランタンないんかな。ランタン、うん、見てここら辺かわいい。綺麗だ。これから危ない。クレイモアキャップも出せんの。うまい。ほんまに危ない。ちょっとだけやね。ランタン。エメラルド。あ、こんなんかわいいやん。ダイヤモンド。めっちゃかわいいねんけど。めっちゃかわいい。買いましょう。買いましょう。え、どっちかわいいもん。これめっちゃかわいいねんけど。ベアボーンズのあの色、ほんまかわいいよな。あの色の。おお、それかっこいい。茶色がないんや。可愛いっすよね、その緑。紹介します。うん、はい、ベアボーンズの緑。レッドストーン、ピン、エメラルド、レダイヤモンド。こっちに何個も入ってる。レールロードランタン。可愛いっすね、その色。これの茶色持ってるけど、緑も可愛いな。すごい可愛い。で、気になるのがこの。そう、これ初めて見てんけど。白。こんなんやって。はい、それではめっちゃ安い。2090。でも見本がないから分かれへんねんな。そうか。赤が好きな猫。あんまや。見本がないんでしょうね。これも可愛いけどな。まあいいね。エジソンやったっけ。これうまい。ストリングペンダント。エジソンストリングペンダント。望遠帯。そういうのこれ。かわいい。あ、あったで、ミホ。これちゃん。あ、それ。あ、電池ないわ。灯した感じが分からへん。電池がないから。電池がないから。残念。残念です。ランタンはどれ見ても面白いね。かわいいですね。かわいい。え？あ、お座敷スタイルみたいな。あ、これワイルドワンに持ってたやつや。あ、売ってたな。うん、有名な。これ売ってた、ワイルドワン。ノースペースもあんの。いろいろあるっすね。そう。でももう買っちゃったんですよ。買っちゃったね。何買ったやつっけ。天幕。そうですね。
な。え、これも固形燃料やってる。そうなの。な。キャップさ。すごいな。いっぱいあるけど、どうですか？欲しいのありました？ちっちゃいテーブルが。あ、めっちゃちっちゃいテーブルが欲しい。めっちゃちっちゃい。はあ、めちゃくちゃちっちゃいテーブルが欲しい。こういう感じ？あ、もうこれぐらいちっちゃくていいっす。テリノックス。これ椅子ですか？ちゃうよ。テーブルやで。あ、テーブル。気に使うのは無駄やな。せやな。フォトラボ。かっこいい。かっこいいな。でも私やっぱり RGN。GRN。覚えられん。GRN の低いテーブル欲しい。なんかイベントやってる？うん。面白いな。なんか喋ってんの。トークスタイル、トークショー始まったんですよ。トークショー。あ、誰かしらの。実際にテント広げてるの。すげえ。はい。GRN あったよ。シェアカップ。あ、ほんまや。マジか。ダックロー売っちゃってるんやな。 GRN のアウトドア、かわいい。シンプルにかわいいな。なあ、うん、まあシェアカップなんかあってもいいから。そうやな。うわー、すごい。キャプテンスタック。あ、でも売ってんねんな、刃物系。うわ、ファイヤー。あ、オキネル売ってる。オキネル売ってましたね。すごいな。もう買ってしまったけど。そう。でっかい斧何に使うの？薪割るんでしょうか。でかすぎ。これ。もう見て、もう結構いろんな色あるで。ほらな。何色買ったっけ？カーキ。カーキ。カーキ良かったね。カーキ良かった。黒もかっこいいけどね。まあな、値段がでも全然違うくないですか。なんで？ほんまや。なんかこっから鶴橋。鶴橋。鶴橋言うてんの。あ、これやろ。最終的にこんなんで。うん、それ。コーヒー飲もうやんな。そう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 。もうちっちゃっ。これあれ、グイ飲みみたいなもん。ちっちゃいやつ。すごいな。なんかこういうのに、うん、こんなんな、うん、これそう、こういう感じのやつに、うん、なんかあのソースみたいな、うん、入れてて、うん、でも肉を手で取ってナイフで切ってソースでつけてこうやってパクリって食べてた。食べてましたよ。これでも1100円。めっちゃすごい綺麗。めっちゃ綺麗やね。あ、これや。あー、そうすると、コーラ。コーラ
ちゃこれはコラボックやで。はい、これくらいでいいような気がする。そうやな、缶ビールが6本入ればいいかな。6本もいる？いる、いる。すごい、あ、ハンモックや。高いな、このハンモック。お前、結構夢なってんだよな。ほん、なんで？丈夫なんじゃないですか。丈夫なんかな、はい、ダイソーで買ったやつは私乗ったら破れへん。60キロぐらいまでやったら気がすんねん。ちっちゃすごいな。あれなかったな、デニムの短パンなかったな。アパレルそんなちゃんと見てなくなる。じゃあもういいじゃないですか、締めて。え？じゃあもうこれ買って買います。買うんかい。かわいいな、GR。 GR かわいい。もうでもアルペンで売られるようになったらもう一流の。ちょっとかぶったりする。そうや、かぶったりするやろな、きっと。ここにあれか、ペグ刺したりするの。ほんまかいな。一番欲しいの見つかりました。美味しかったな、とこれです。服いやでも私が今からしようと思ってるスタイルにはちょっと会えへんかなと思います。ちょっとワイルドワンで欲しいもん買ってしまったから、そうなんか満足してしまって確かに。なんか集中できひんかった。またワイルドワンで買ったやつ紹介しましょう。動画で、え、動画で一応撮った方がいい、わからへん。とりあえず、うん、今日はもうこの辺で終わろうと思います。まあでも新しいものとか見れたから。ああ、そうやな、うん、ちょっと勉強になりました。はい、じゃあ帰りましょう。帰りましょう。はい、今回の動画はこれで終わります。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ママでした。さよなら。